ライプツヒドレスデン線とは、ドイツ連邦共和国ザック選手ライプツヒの、ライプツヒ中央駅からドードレスデンのドレスデンのイシュタット駅に至る、全長 116.098km のドイツ鉄道の路線である。1837年4月24日に、蒸気機関車の運行が開始された。1840年当時のオーバーアウトンネル。 ライプツィヒドレスデン鉄道株式会社により1837年から1839年にかけて建設された。ドイツで最初の蒸気機関車のみを用いる長距離路線であり、大陸ヨーロッパで最初の標準機路線のトンネルであるオーバーアウトンネルを有していた。当初は単線での開業であったが、建設時点から複線化を見越した設計であったため、 前線開業後の1840年に前線、複線化された。また、ベルリンドレスデン線が1875年に開通するまでは、ベルリンドレスデン間のルートの一部であった。1876年には、王立座区線区有鉄道の一部となり、1915年12月4日には、ターミナル駅として、ライプチヒ中央駅が開業した。 第一次世界大戦後の1920年4月1日には王立ザックセンクニー鉄道はドイツ国営鉄道に編入された。大陸ヨーロッパで最初の標準機トンネルであったオーバーアウトンネルは徐々に車両限界を満たさないようになったことから1933年から翌34年にかけて改作され消滅した。第二次世界大戦後の1946年には ソビエト連邦への戦争賠償のために、伏線のうち一線が撤去され単線化された。かつては複々線であったコスビッヒドレスデン間も例外ではなかった。これは、ドイツの最重要路線の一つの線路容量が100年以上、前の開業当初の水準に落ち込んだことを意味するものであった。一時期はライプツヒ及びドレスデンからの列車の一部は、マイセン及びデイベルンを経由するボーアスドルフ。 コスビヒ線経由で運行された。しかしながら、デーベルン経由の路線は、勾配が多いため重量級の列車の場合は追加の機関車が必要であり、慢性的な問題となっていた。このため、東ドイツ建国後の1967年に再度、伏線化された。1960年代初頭には電化計画が、浮上し、1969年から翌70年に、 かけて電化が行われた。電化当初はカールマルクスイコールシタット及びムルデンシュタイン発電所から送電されていたが、これでも急増する輸送量に対応するには電力供給が不十分であったことから蒸気機関車やディーゼルも継続的に用いられていた。最終的にはドレスデンに新たな発電所を建設することで完全な電化が実現した。 1990年のドイツ再統一後はドイツで最も運行本数の多い路線の一つになったことに加え他の東ドイツ国鉄の多くの路線と同様に応急処置と近代化が必要とされていた。路線改良は 67km の速度向上と 48km の新線建設が連邦政府によって決定され1993年に工事が開始された。 2000年には、ライプツヒ・リーザ間で、時速200キロメートル運転が開始され、LZB も設置された。リーザ・ドレスデン間も高速加工時が進行中である。統一直後の1990年には90分を、要していたライプツヒ・ドレスデン間は2015年、現在60分強まで短縮されている。ありがとうございます。